ベースキャンプに良さそうな場所じゃないか。ここは獣道だ、ミスターラドロ。ここにいる間は俺が仕切らせてもらうぞ。了解。ピーター、アウトリガーを展開して仕留めろ。長い角を持ったオールバックだ。痛い。どこ狙ってんだ。すごいおもちゃを持ってるな。インジェン社は現在事業拡張の出資者を募っております。遥か遠い孤島の動物園には誰も行きたくはない。だから近くに作るのです。実はハモンド氏も気づいてはいました。島に作ろうとする前に円形劇場を作り始めていたのです。サンディエゴという立地も完璧だ。1ヶ月もあれば完成させてお客さんを入れられます。恐竜たちを連れ出して本土に持っていくだと？実はハモンドさんは奴らが来ることを予測してすでに別の手を用意してたんだ。別の手？俺さ、まだフラフラするのか？どれだけ撃ったんだ？ステゴサウルスだと思ったんだよ。俺の感覚は当てにならないんだ。誰だ？ここにいてはならん。捕まえろ。そこで何やってる？誰かがパキケファロサウルスを逃がしたぞ。
DNA はどんな難問でも朝飯前の略さ。語呂はいまいちだけどね。まずい、トラブルだ。なんてこった。この島に誰もいてはならないんだ。捕まえろ。急げ。なんとかダウルスが逃げたぞ。もうマジかよ。名前ぐらい覚えろ。まずはパキキファロサウルスの触れ合い動物。ご存知の通り、この種類は頭突きをする習性がある。ヤギにも同じ習性があるが、誰も気にしていない。ブラキオサウルスの長い首を利用して滑り台に乗る計画。草食恐竜だから客を食べる心配もほとんどない。数千人に一人や二人亡くなるかもしれないが、その程度は安全性の許容範囲内だ。まずはパキケファロサウルスの触れ合い動物。ご存知の通り、この種類は頭突きをする習性がある。ヤギにも同じ習性があるが、誰も気にしていない。
つまり走り出す準備はできてます。こいつは足が折れてる。車で運ぼう。ねえ、正気なの？それがなんだか分かってる？ドアを開けろ。行かれてる。さあ、どこ行くのパパ？よしよし、ママは大変お怒りだ。だ。バイバイ赤ちゃん。話のネタが一つ増えたな。捕まるんだ。何かに捕まれ。大丈夫か？何かいるか？チーズバーガーが3つ欲しいな。玉ねぎ抜きで。アップルパイも。待て、待ってろ。今行く、今行くから。もっと早く登れ。待て、待て。今のは何だ？
な。こちらの通信装置は全て壊された。全く身動きが取れない状態だ。お前らが邪魔してくれたおかげでな。待て、まだ手は残っている。地図ではここに通信センターがある。古い